ジョージ・フレデリック・ワッツ、OM は、イギリス・ビクトリア朝時代の画家、彫刻家、象徴主義運動に関わった。ワッツを有名にしたのは、希望、愛と人生といった偶意的な作品である。これらの絵画は、人生の感情や願望を普遍的な、象徴的言語で表現しようとした、ハウス・オブ・ライフと呼ばれる、画期的な象徴主義の連作ソネットを絵画化しようとしたものである。赤。 ズキンバーミンガム私立美術館ワッツは、ロンドンのメディルボーンで生まれた、貧しいピアノ職人の息子で、繊細な子供だった。非常に早い時期からその才能を示し、10歳からウィリアム・ベーネスに彫刻を習い出し、18歳で、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに入学した。1843年、再建中のウェストミンスター宮殿の壁画デザインのコンテストに応募した。 カークタカスと題されたスケッチが世間の目に留まった。議会が妥当と考える愛国的なテーマの物語からだの絵を求めた。このコンテストでワッツは最初の賞を獲得した。結局はウェストミンスター宮殿の装飾にほとんど貢献することはなかったが、この時からワッツは人間の精神的かつ社会的進化を描いた壁画に覆われた建物のビジョンを心に思い描くことになった。 1840年代の中頃に、ワッツはイタリアを訪問して、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂、ジョットのスクロベーニ礼拝堂に強い霊感を受けた。イギリスに戻ったワッツは、自分の壁画を描けるような建物を探したが手に入れることはできなかった。その結果、ワッツの作品のほとんどは従来通りの油絵で、そのいくつかは、ハウス・オブ・ライフの研究として意図されたものだったというわけである。 サーガラハット油彩、カンバス1860年代のワッツの作品は、強調された感覚の喜びと豊かな色彩を持ったものが多く、ロセッティの影響が濃いように見受けられる。ワッツの若き妻、女優のエレン・テリーの肖像画もそうした絵の一つである。1864年2月20日に二人は結婚したが、エレンは17歳の誕生日の7日前で、年の差は30歳近くあった。 しかし、結婚から1年も経たないうちに、エレンは別の男と駆け落ちした。ワッツは、エレンと離婚することになるが、その手続きを済ませるのに1877年までかかった。1886年にワッツは、スコットランドのデザイナーで、陶芸家のメアリー・フレイザー隊と再婚したが、69歳のワッツに対してメアリーは36歳で、この時も年の差は開いていた。 ワッツとロセッテ及び単美主義運動との関係は1870年代になって変わっていく。ワッツの絵は生命の不確かさ、儚さ同様に生命と進化のダイナミックなエネルギーを表現すべく古典主義とだんだん結びついていくのだがその絵は画家の興奮と東枠を隠すことはできなかった。これらの作品の中にはハウス・オブ・ライフの改訂版もあった。比較宗教の提唱者。 フリードリヒ・マックス・ミューラーの影響も受けた。バッツは近代科学のとスピリチュアルな概念を統合させて民族神話の進化をたどりたいと望んだ。1881年、バッツはロンドンに移り住んでケンジントン・リートル・ホーランド・ハウスの家に工房を作った。バッツの画期的な絵は友人たちや社会改良家サミュエル・バーネットによってホワイト・チャペル・ギャラリーで展示された。 ビクトリア女王から順断尺受尺の話があったが、辞退して1891年、サリー州、ギルドホードの南にあるコンプトン近郊のリマーシリースという家に引っ越した。リマーシリースに移った後、ワッツとニーズモメアリーは家のすぐ近くにあった建物をワッツギャラリーに改築することにした。ワッツの作品のみを展示する美術館で一人の美術家のためだけに建てられたギャラリーは、 イギリスでは最初のものだった。ギャラリーは1904年4月にオープンしたが、間もなくしてワッツは死去した。メアリーは隣接する、ワッツイハイドウもデザインした。テートギャラリーにも多くのワッツの絵がある。象徴主義の絵を1897年に18点、1900年にさらに3点、ワッツ自ら寄贈したものである。ワッツは百六十七年にロイヤルアカデミーの会員に選ばれ、 1902年にはメリット勲章を授与された。希望、ジョージ・メレディスの肖像後期の絵になると、ワッツの創作の目標は神秘的なイメージに変わっていく。例えば、抽象画に宣伝をつけたようなソア・オブ・ザ・システムズが、そうである。この絵の中の、星雲と星雲の活発なパターンの中に、かろうじて見えるものは、神である。ワッツの後期作品のいくつかは、ピカソの、 青の時代の作品を予言したかのように見える。ワッツは肖像画家としても尊敬された。ワッツの肖像画に描かれた男女は、当時の重要な人物たちで、名誉の家を作る目的があった。多くのワッツの肖像画が現在、ナショナルポートレートギャラリーに所蔵されている。1895年に17点が寄贈され、その後さらに30点以上が加えられた。肖像画を描く上で、 ワッツは秩序だった安定性と動作の力の間に緊張感を持たせることに努めた。さらにワッツはモデルの顔に浮かんだ緊張と我慢の現れを強調することでも注目に値した。モデルの中にはチャールズ・ディルク、トーマス・カーライル、ウィリアム・モリスらがいた。フィジカル・エネルギー・ロンドン、ケンジントン・ガーデンズ晩年、ワッツは彫刻も作った。その中でも 最も有名な作品が巨大なブロンズ像、フィジカルエネルギーである。馬上の裸の男が手をひさしにして太陽を遮り前方を見ている。当初それはムハンマド、アッテラ、ティムール、チンギスハーンに捧げられるはずだった。自然のままのエネルギッシュな権力への意志を象徴化するつもりだったのだ。結局、この彫刻は大英帝国主義者のセシルローズに捧げられることになり、 鋳造した一体は、南アフリカ共和国ケープタウンのローズメモリアルに設置された。ワッツのエッセイ、アワーレ e スアズパイアニアーズで、大英帝国主義支持を表明していて、ワッツは、それが、進歩的な力になると信じていた。鋳造物のもう一体は、ロンドンのケンジントンガーデンズで、サーペンタイン池の北西を見下ろしている。ワッツが死んですぐに、ワッツを敬ういくつかの電気が書か,かれた。 しかし、モダニズムの台頭で、ワッツの名声は失意してしまった。バージニア・ウルフは、喜劇、フレッシュウォーターでワッツを皮肉に描写した。ワッツギャラリーの元館長を入りふりと、ジャスパー・ウォルター・ブラントが1975年に書いた、電気、イングランド・エス・ミケランジェロも、ワッツにとっては、失礼気はあまりないものだった。死後1世紀を経てようやく、ワッツの生涯と作品を、 建設的に研究したベロニカ・フランクリン・グールド、ジーカイ、ワッツ、ザ・ラスト・グレート・ビクトリアン、ジーカイ・ワッツ、最後の偉大なビクトリア朝時代人が出版された。ザ・ビクトリアン・ウェブ・ワッツ、希望ハットザ・ビクトリアン・ウェブ・ワッツ、チュージング。モデルは、エレン・テリー。アーマジック・ワッツ、ザ・ソア・オブ・ザ・システムズ。ありがとうございます。